左派がうっかり暴力沙汰、東京大学大学院、沖さやかが大炎上。東京大学大学院教授の沖さやかさんが23日にツイッターにて、うっかり暴力沙汰を起こした左派グループもいたので、それを利用し、保守陣営は情報戦に勝ったなどと暴言を吐いてしまい、批判が殺し、大炎上してしまっております。こちら。 うっかりなどと主張するるから情報戦に負けるんだなどとの批判が出ておりますが、まあ、このような左派・極左による事件についてはうっかりではなくて何度も計画的に実行されたことは明らかでありこの主張は完全に間違っていると言わざるを得ませんこの方共産党の赤旗や革新婚などにおいても主張を行っていることが確認されておりますが、まあ、例えば学生闘争 安保闘争が盛んだった時代には、暴力沙汰になるまではですね、国民は若者は元気があってよろしいくらいの捉え方でございましたが、まあ、取り締まる側の警察ですらそのような認識だったのに、どんどんと過激化して事件ばかり起こすようになり、いわゆる左翼は国民の支持を完全に失いました。保守の情報戦同行関係なく、 いわゆる左翼は自滅しただけでございます。このような、いわゆる左翼は今も過激な思想を持っており、安倍元首相暗殺事件などにおいても事件を称賛する暴言が左翼側から出ていることが確認されてしまっておりますが、奥さんには教授という地位に恥じることのないように、しっかりと史実、事実に基づいた主張を行っていただくように、 お願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました